全部使っちゃう。さて今回もやってまいりましょう。どうもラルクございます。はい、ということで今回もスマホ版ニャンコライセンスをほまかの方でやっていこうかなと思うんですけど、今日全然眠れなくてね、もう今めちゃくちゃふらついてるんですけれども、気にせずやっていこうかなと思います。多分ねまた自律神経がいっちゃったと思うんですけども、まあいいや。じゃあ早速本題に入りましょう。で今回やっていく内容に関してはですね、こちらでございます。今回もまたまた、コラボガチャということでルローニケンシンのコラボガチャの方を回していこうかなと思います。でまだ確定の方がね来てないんですけれども、多分そろそろ来るんじゃないのかなと思うんですけど、とりあえず今回もね、リアチケットを使いまして単発ガチャの方やっていこうかなと思います。6枚あるんでね、もう今回全部使っちゃおうかなと思います。まあどうだろう、衝撃来るか分かんないんですけども、まあワンチャン狙ってやっていこうかなと思いますので、よろしく。さあ、ということでじゃあもう眉毛もそこそこにして、回していこうかなと思います。もうねふらついててね、もう頭の上でひよこが回っておりますけども、じゃあ行きまーす。はい、さあどうでしょうか。今回もワンチャンあればなと思いますけどもね、前回はね出落ちだったんだよね。初っ端からねはじめさんが来たんでね、今回は出なかったね。出落ちじゃなかったんで、どうだろう、16回で何かしら出てくればいいんですけれどもね。最近なんか単発の運気がまだねだだ下がりしてるんで、ちょっと怖いところではありますけども、どうしようかな。サブアカまだ回してないんで、サブアカでもちょっと回そうかな、どうしようかな。その辺はいいや。今回のガチャ結果で決めようかなと思います。さあということで今のところは何も出てこないですね。はい、残り12回でございます。いや、演出が見られればかなり熱いんですけどもね、それも叶わない激レアは来るんだけどな。せっかくだからさ、コラボキャラクターのプラス上げしたいからさ、頼みますよ、頼みます。違うね、はいいつもこれだ。やっぱさ、コラボキャラの激レアって出づらいのかもね。なんでなんだろう、このアカウントが呪われてるだけなのかな。やっぱなんか全然出てこないね。これは一体何なのか。あ、なんか今回早く終わっちゃうな、これ。これどうしようかな。今回もうなんかすぐ終わっちゃいそうだね、これね。だってもう残り何枚 ?8 枚だもんね。もう終わっちゃうよ、もう。これで、ワンチャン、持ってないキャラが来てくれれば、そのままね、ちょっと使っていきたいななんて思うんですけども、その夢は叶わなさそうですね。はい。ね。ないね。ないね。はい。ということで、激レアはすごい出てくるね。めちゃくちゃ出てくるんだけど、なんでコラボキャラクターが出てこないっていうね。不思議ですね。はい、ということでこれは何もなく終わりそうな予感がしますね。どうしよう、これ、どうしようかな。あ、いや違う、いや、コラボキャラだから全然いいや。びっくりしたな。でも欲しいキャラクターのサイズがちょっと違うんだよね。もっと大きいんですよね、衝撃は。さあということで残り4回でございます。一応コラボキャラは1体来たから救われたっちゃ救われたけど、でもやっぱ衝撃が欲しいよね。さあ残り3回でございます。果たして奇跡起こるかな、残り3回で。なさそうだね。なさそうだな。どうしよう。いやー、サブアカで、いやー、悩むね。ないね。はい。ということで、さあ、これでラストでございます。あっという間でございますね。ということで、じゃあもう回します。はい。さあ、どうでしょうか。ラスト1回は、演出はなしでございます。猫缶30個でいけら、じゃあちょっとこれも回しましょう。はい。何にも出てこないとは思いますけどもね。はい。これでいつ来たら熱かったんだけどな。ぴょんぴょん跳ねてる。はい。ということで、何にもなく終わりましたね。人生こんなもんですよ。ということで、じゃあ全て NP に変えていきましょう。よし。じゃあ、どうしようか。どうしようかな。いや、ワンチャン来るんじゃないのかなとか思ってたんですけどね。ノーちゃんだったからな。どうしよう。なんかやっていくか。あ、そういえばさ、もう完全に忘れてたんだけど、なんだっけ、ちょっと前に来たアップデートの時に、確かなんか第4形態来てたんだよね。あれなんだっけ、何か来てたんだけど、それをそういえば、未だにまださせてないよね。じゃあちょっと、あれ？あ、違うな。あれなんだっけ、何が第4形態来たんだっけ。あれ？ちょっと待ってよ、思い出せないぞ。なんだっけ、あれ？あ、
そうだ、グレートフォックスか。なるほど。じゃあちょっと今から進化させていきましょうか。ちょっともう今回もう爆死したんでね、もうせっかくなんでちょっとやけくそに進化させていこうかなと思います。で、素材は多分、あ、足りないし、嘘。あ、でもなんか大丈夫そうだね。多分これ合成させればなんとかなるかなと思うんで、じゃあ一旦とりあえずレベルの方をですね、56レベルまで上げようかなと思います。プラスの方が4ついてるんでね、多分56まで上げれば問題ないのかなと思います。多分キャッツアイの闇足りるよね。多分大丈夫かなと思うんで、とりあえずちょっと上げちゃいましょう。さあ、こっからは闇でございます。もうちょっと回収できたかと思ったけど、そんなになかったな。もうちょっと欲しいな、闇のキャッツアイね。まあいいや、あともう少しでございますね。で、その後にですね、ちょっとちょの方行こうかなと思います。何人いた俺よし、56でしょ。で、一旦とりあえず貯蔵庫の方に行きましょう。あー、びっくりした。あー、3万1000までもうちょいだね。で、闇と赤だよね。まずは、これか。紫だね。これを、2個だね。2個とりあえず成長させて、で、赤も2個ですね。はい。まあ、この辺は全然大丈夫なんだけどね。まあ、黄色とかさ、緑とかなってくると、ちょっと渋くなってくるんですけども。よし。これで大丈夫じゃないですか？よし。オッケー。進化ボタンも明るくなりましたね。第3形態になりますと、スペクトルキャットでございます。第4形態の進化で大きく性能が変化、攻撃範囲が拡大し、さらに超賢者特攻でございます。じゃあ超賢者が出てくるステージで使ってみましょうかね。まあいいや、じゃあとりあえず、あ、金玉使うんだね。まあいいや、じゃあ行きまーす。はい。さあ、こっからでございますよ。こっからどんなコスチュームになるのか。あー、なるほどね。なんだろうな、なんかちょっとアメコミチックになりましたね。はい、ということで超覚醒でございます。じゃあとりあえず今回も毎度これ下のテキストの方を読んでいきましょうか。まあ今回は第3形態だけ読んでいきましょう。あまたの顔を使い分け、世界の秩序を乱す巨悪を追い詰めた真のヒーロー。超賢者特攻を持ち、エイリアンと赤い敵に滅法強く、攻撃力を下げて動きを遅くするっていう感じでございます。で、本能に関してはワープが無効で、古代の呪いの無効でしょ。これなんか前も見たな。あれ気のせいかな、なんか見たよねこれね。まあいいや、まあ今回はいいよね。うん、本能はちょっと割愛でございます。じゃあちょっともう早速ですね、賢者が出てくるステージの方で使ってみましょうか。どうだろう、これさ、ワンチャンいけるかな。予期せ、ちょっと使ってみるか。久々すぎて立ち回りを覚えてないけど、ちょっとたまにはやってみましょうか。これで負けたらどうしようか。しょうがないか。じゃあとりあえずここの編成にこれでしよう。猫ミック使ったんだね。もう覚えてないわ。大丈夫かな。コストが5000だからね、すぐ出せるかな。じゃああれだね、カイちゃんのところでいいんか。うん、これで多分大丈夫かなと思います。このね、美女2体でなんとかなるんじゃないのかなと思うんで、あとはお財布次第なんだよな。大丈夫かな。まあとりあえずやっていきます。さあ、ということで早くも実戦でございます。もう立ち回り全く覚えてないんだけどね。もうクリアできるか、ちょっとそもそもその辺が怖いんだけど。あ、まだ、あれ、あ、まだ出てこないんだっけ。ちょっと待って、どうしようかな。あ、ここでスタッ、そうだね。あ、なんかサラダ出してた記憶があるんだよね。あ、でも、あれ？こっちのサラダだったっけ。ちょっと待って。まあいいや、グレートフォックスも出しとこう。よし、攻撃モーション見ておきたいからね。で、さあ、ということで、あー、なるほどね。ちょっと弾丸の色が変わったような感じもしますけれども、まあ一旦これで壁で、ちょっとお財布きちいな、やっぱり。ちょっと、よし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 。あー、でもやっぱり、特攻持ってるから、頑丈ですね。あー、やめて。ちょっと、やっぱりちょっとさ、もう一体欲しいわ、これ。ちょっと固定もう一体欲しい。きついわ。あー、やめて。やめて。あー、これ、ダメだね、これ。ちょっと待って、ちょっと待って、せっかくだからウィンディーもさ、出しておきたいんだけど、ダメか。終わった。あ、こんな感じだったっけ。ちょっともう一戦やります。ちょっとアイテム使いましょう。なんかこんな感じだった気もするけど、でも序盤の立ち回りこれじゃなかった気がするんだよな。あれ、ここ違うか。あれ、もう覚えてないんだけど。あれ、どうだったっけな。あれ、こんな感じでもなかったっけな。まあいいや。で、とりあえず一旦引き付けまして、
で、まずウィンディじゃないかな、ウィンディから出して、で一旦ちょっとお財布余裕が出てきたらちょっと出していきましょうか。よし、 OK、 これでとりあえずどうでしょうか。これで多少変わってくれないとね、ちょっとまずいんだよなあって、嘘あれ俺どうやって買ったんだっけ、ちょっと待ってよ嘘。じゃあちょっと最後にこのステージで使っていきましょうか。これだったらさすがに大丈夫でしょう。いやちょっと早すぎたね、あのステージはねちょっとダメだったわ。あれどうやって買ったんだっけな。ちょっとこの後ですね、ちょっと後で戦ってみようかなと思います。どうやって買ったのかをちょっとね思い出してねやっていきましょうか。じゃあとりあえずね、もうこのワンコの名犬ワンコだけちょっと倒して、今回は終わりにしましょう。まああとはもういいよねもうまた後で、まあなんか機会があったら使おうかなと思います。で、そうだね、このキャットに関してはですね、対エイリアン持ちでもあるので、まあさすがに大丈夫でしょう。ほら、ほら大丈夫よね。はい。やっぱちょっときつかったわマジで。なんだったんだろうね。ちょっとダメダメでしたね。いや、さあということで早くギャラクシーニャンダムも、あ、そうか、ダディがいるもんね。まあでも猫タコ積んであるから一撃がでかいな。なかなか。よし、オッケー。ちょっと早くまだ行かないね。そろそろ行きそうじゃないですか。行くか。はい、行きますね。はい、よし、 OK、 ということで楽勝でございましたねあ、悔しい、マジで悔しい。ちょっともう終わり。はい、ということで今回はですね、レアガチャの方が爆死だったんで、ちょっと後半にですね、こちら、スペクトルキャットということで、ホワイトラビットの方ですね、第4形態の方にさせまして、軽くステージの方で使いました。ちょっとね、実装されてから時間経っちゃったんですけれども、まあ進化させられてよかったのかなと思います。まあまたね、次のアップデートでもし、何かしら第4形態が追加されたら、まあ持ってるキャラだったらね、ちょっと進化させていければなと思います。ということで今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。キャット。